11月16日金曜日夜8時となりました。こんばんは、日野本峰博です。11月も第2回目、まあいいや、3回目今週も木本の金曜日お送りしてまいります。今週に入ったぐらいからこうぐっと寒くなりましてですね、クリスマスイルミネーションが始まったりだとか、ね、11月なのにもうクリスマスかとしみじみ思っております。昨日東京スカイツリーの色が緑とシャンパンゴールドっていうあの素敵なクリスマス仕様の色になっていたりだとか、ああ冬なんだなとなんかしみじみと感じております。で、まあ、今ここに少し置いてあるんですが、来週の11月22日がですね、僕は23歳の誕生日だということで、こういう風になんかいろいろといただきまして本当にありがとうございます。ああ早いものでもう23かというとこう僕より年上の人に怒られるんですが、なわけないよと、いや23になるというのもこうなんか感慨深いものがありまして、毎回こう自分の誕生日は割と友達の中ではクリスマスと一緒にされるイメージがあるので、まあ、祝ってくれる人を大募集しております。まあ、宛先はこちらまでというわけでございまして、先週末からちょっといろいろなところに出向いたり舞台挨拶をしたりだとかしていましたので、その辺の話をしつつ、やはりこう勝手な僕のクリスマスのイメージというか、東京の表参道にはですね、こうディズニー仕様のこうねイルミネーションが今出ていて、まあ、ミッキーとミニーがキスをしてこうイルミネーションが飾られているっていうところがあったり、それぐらい、ああカップルのものなのねなんてふと思いつつ、こうしみじみとね見ながら朝見って一人で思っております。まあそんな感じで今日もゆるくお送りしておりますので、どうぞ今週もよろしくお願いします。コマーシャルです。